フォルクスワーゲンパサート、パサート、パサートは、フォルクスワーゲンが製造、販売している自動車である。1960年代後半、フォルクスワーゲン K70、ロータリーエンジンを搭載した、n s ユーロ8 0のレシプロエンジン版などあったものの商業的に成功していたとは言えず、フォルクスワーゲンの主力車種は依然ビートルであった。この状態から脱却するために開発されたのが、 パサートである。1973年、ジョルジェット・ジュージアーロがデザインしたとされる、初代パサートは、アウディ80をベースとする姉妹車であり、アウディ80がノッチバックだったのに対し、パサートは、ファストバックスタイルを採用し、より若々しいキャラクター付けがされていた。2世代目も、同じくアウディ80をベースとするが新たに、ノッチバックのサンタナがデビューし、 貿易摩擦解消の意味も兼ねて、日本では日産自動車がノックダウン生産していた。3世代目では、アウディとの姉妹関係は解消され、一般的な予置機エンジン、全輪駆動、4WD のシンクロも存在するの方式に、改められ、主に居住性が向上している。再び、アウディとプラットフォーム、A4 を共用する五代目では、アウディ V8 エンジンに匹敵する八気筒 W 型エンジン搭載モデルが登場し、堅実なファミリーセダンから、フォルクスワーゲンのフラグシップとして高級化を目指した。6代目モデルでは再び横置きエンジンとなり、ゴルフと姉妹関係になった。エンジンは、日本国内で販売された車種に搭載されたものを記載する。アウディ80がベースに、縦置きエンジンで前輪を駆動する。またフロントフェンダーや、 ドアパネルなども同じものが使用され、徹底したコストダウンを行った。1977年、マイナーチェンジが施され、ヘッドライトが丸型2等から丸型4等式に変更された。翌1978年のマイナーチェンジでは、ウレタンバンパーが採用され、フロントウインカーがバンパーからヘッドライト横に移された。ブラジル法人の フォルクスワーゲンドブラジルでも生産されたほか、日本へは前年式にわたって、ヤナセが輸入を行っていた。初代と同じくアウディ80をベースとしている。相変わらず縦置きエンジンであるが、1984年には 4WD であるシンクロが追加されている。ボディ形式は3ドアが落とされ、5ドアハッチバックとバリアントがラインナップされていたが、1981年には、 ノッチバックのサンタナがデビューしている。ゴルフが発売されて以降、ヤナセでのフォルクスワーゲン車の販売はゴルフが主力となっており、この台は正規輸入されていないバリアントのシンクロモデルが少数ながら並行輸入されている。しかし、1984年からサンタナが日産自動車のザマ工場でノックダウン生産されるようになり、 ゴルフと同じ価格帯で購入できることから人気があった。横置きエンジンへ改められ、アウディとの姉妹関係は解消された。グリルレスのフロントマスクが特徴で、サイドミラーの付け根部分のデザインまで空力に配慮している。ボディはハッチバックがラインナップから外れ、セダンもサンタナからパスアートの故障に統一、バリアントとの2本立てとなる。 ヤナセが輸入していたモデルのエンジンは、当初2リットル d o HC モデルだけであったが、モデル末期に2.8リットルの VR6 が追加されている。1988年6月には、日産自動車トライセンス生産合意を発表。当初は、日産サニープリンス販売会社でも併売されていた。途中からヤナセとフォルクスワーゲンとの提携が決立し、ファーレン及びデュオでの販売となる。 B3 はグリルレスのフロントであったが、市場には受け入れられず B4 ではフロントグリルを持つものへと変更されている。このフロントグリルはハッピーフェイスと呼ばれ、1990年代後半のフォルクスワーゲンのデザインのスタンダードとなった。日本でのラインナップはバリアント、ワゴンを主力に据え VR6 と GL の2種、セダンが VR6 のみと従来よりも整理された。 アウディ A4 との姉妹関係が復活し、エンジンは再び、縦置きとなった。当時 VW 全体で推し進められていたフェルディマンとピエヒ主導による高級化路線によって、ボディデザイン、塗装や、ボディパネルの継ぎ目、各パーツの組み付け精度など、内外装ともに品質が格段に向上した。当初のラインナップは、アウディ製のコバルブヘッド1.8リットルのターボと、自然吸気、 なの2種であったが、ライバルをより上級者に設定し、後にアウディの2.8リットルエンジンとクワトロを流用した V6 シンクロが追加された。2001年に大幅なマイナーチェンジが行われ、B5.5 と呼ばれる外観デザインを大幅に変更し、クロームパーツの多様や新たに開発した W8 エンジンの搭載などで、さらなる高級化へとシフトした。 ベーシックグレードのアウディ製1.8リットルエンジンは、自社製の2.0リットルエンジンに置き換わり、シンクロアイオンモーションと名称を改められ、ラインナップには、V5 や W84 モーションが追加された。B5 トゥープ 3U にはこのほか、ホイールベースを 2803mm、全長を 4803mm に拡大し、後席居住性をより重視したシコダスペルブ、 2001-2008と中国国内向けに上海フォルクスワーゲンで製造されるフォルクスワーゲンリニューの姉妹車もある。日本発売モデルのミシルス、再びアウディ A4 との姉妹関係を解消してフォルクスワーゲンゴルフとシャーシを共通化、横置きエンジンに改められたが、ロディはさらに大型化された。パワーユニットもゴルフと共用 W8 エンジンモデルは廃止され、 日本市場には直列4気筒及び V 型6気筒を投入。ワゴンの名称はバリアントに戻された。ハイパフォーマンスモデルである R36 は日本ではバリアントのみが導入された。中国では B5 までは上海 VW が製造、販売していたが B6 は1機 VW からマゴタンマゴタンの社名で製造、販売されている。一方、 シャンハイ VW は、シュコダスペルブ B5 をベースに、パサートリョーギ魚、リンという中国専用車を開発して、販売している。2008年1月には、デトロイト省で、4ドアクーペ、クーペフォルムを持つ4ドアセダンのパサート CC、CC が、派生車種として発表された。2010年2月に、バリアントノッチコンフォートラインをベースとした、特別使用車。 プライムエディションが発売。外観には専用のフロントリアスポイラーなどを採用し、トランスミッションは従来の6速 AT から7速、DSG に変更。足回りには専用のアルミニウムホイールとモビリティタイヤを特別装備された。また、R36 は2009年モデルを最後に販売終了となった。2010年のモンディアルドロトモビルにて B7 を発表。 ドイツ本国では、同年より、デリバリーが開始された。ワルテル・デシルバによる VW 社の、統一デザインアイディンティティが導入された。B7 は、北米地域には導入されず、代わりに、後日の NMS が導入された。2011年7月5日には、一期 VW から、中国使用者が新型マゴタンとして発表された。 ホイールベースが B7 から 100mm 延長されて 2812mm となっており、後部座席の居住性が向上されている。2011年1月の北米国際オートショーにて、北米向けヘパサートが発表された。開発コード、NMS として開発が進められてきた、北米戦略車種となる、中型セダンである。生産は、 アメリカ合衆国テネシー州チャタヌーガに建設された新工場にて行われる。エンジンは2.5リットル直列5気筒、3.6リットル VR、6、2.0リットル直列4気筒ディーゼルの3種類。また、NMS は中国でも上海 VW にて製造されており、同年4月の上海モーターショーにて新型パサートとして発表された。エンジンは3種類の地。 1.4リットル、1.8リットル、2.0リットルが搭載される。8代目は新モジュラ戦略 MQB に基づいて開発され、ドイツ本国を含むヨーロッパでは2014年にデリバリーを開始、欧州カー・オブ・ザ・イヤー2015に選出されている。翌年の2015年7月16日に日本使用者もフルモデルチェンジを発表し、 同日より販売も開始した。八代目は、さらなる安全面の強化が図られており、既装備のエアバッグは、2エアバッグを追加して9エアバッグに強化したほか、エアバッグの効果を最適化する、プロアクティブオキュパントプテクションを採用。また、助手席のフロントエアバッグには水素を用いた日本、国内発認可となる新タイプのインフレーターを採用した。さらに、 自動ブレーキに加えて停止誤算発進の機能まで備えた最新世代のアダプティブクルーズコントロール、区と車線維持支援システムのレーンアシストが連携した渋滞時追従支援システム、トラフィックアシスト、レーダーとカメラを併用して前方を監視し、時速 30km 以下で走行している時には歩行者も検知可能なプリクラッシュブレーキシステム、フロントアシスト、 7代目ゴルフに初採用された衝突事故に遭遇した時にすぐに自動ブレーキを発動して衝突の反動に伴う二次衝突の被害を低減するポーストコリジョンブレーキシステム安全な車線移行のためのレーンチェンジアシストシステムサイドアシストプラスや交代時の事故防止のためのリアトラフィックアラートを標準装備した MQB の導入に伴って 全面的に再設計され、全長をほぼ据え置いた一方、ホイールベースを 80mm 拡大したことで、前後のオーバーハングが短くなり、ノーズの比率が長くなったことで伸びやかで、ダイナミックなプロポーションを実現するとともに、室内長を 33mm 拡大した。フロントデザインは3本のクロームバーを渡した、ラジエーターグリルと立的造形のヘッドライト、 中央の VW バッジで構成された。ラゲージスペースは ISO 測定法で、パサートは586リットル、パサートバリアントは650から1780リットルと大容量とした。パワートレインは先代同様1.24リットルツイエンジンを踏襲するが、こちらも MQB 設計のオールアルミニウム製、新世代ユニットとなり、アルミニウムクランクケースの採用による、 軽量化によ、最高出力で 28PS、最大トルクで50ノメートルそれぞれ向上したほか、軽負荷走工事に4気筒のうちの2気筒を休止させる、アクティブシリンダーマネジメント、アクトや仙台から継続採用する、ブルーメンテクノロジーを採用したことで、JC08 モード燃費を 20.4km リットルに向上し、平成32年度燃費基準プラス10%を、 達成。非搭載の DSG は7速に多段化した。グレード体系は、パサートパサートバリアントともに、チトレンドライン、チカンフォートライン、チハイライン、チアールラインの4グレードに細分化した。2016年7月5日、バリアントに日本専用の特別限定車、ボヤージュを発売、チカンフォートラインをベースに、 通常は、オプション設定となっている純正インフォーテイメントシステム、ディスクバープロを ETC2.0 対応車載機付きと LED ヘッドライトパッケージを標準装備したほか、カーウィンドウフィルムレギュラースモーク、リア、リア左右も装備した。ボディカラーは7色を設定しており、250台の限定販売である。同年9月6日、R ラインの改良モデルである。 2.0tR ラインを発売。R ラインで搭載されていた1.4リットルツイエンジンに代わり、ゴルフ GT と同じく最高出力1 6 2キロワット、220PS、最大トルク350ナノメートル、35.7kgm を発生する高出力、高トルク仕様の2.0リットルツイエンジンを新搭載したほか、アクティブシャシーコントロール、 DCC を標準装備した。外観はアルミホイールを19インチに体系化。内装は専用ナパレザーシート、アルミ超ペダルクラスター、レザーマルチファイクションステアリングなどの R ライン、専用インテリアを採用。また、テレマティクス機能、ガイドインフォーム、ガイドインフォームやコネクティビリティ機能、アップコネクトで構成された、モバイルオンラインサービス。 ボックスはガンカーネットに対応した純正、インフォテイメントシステム、ディスカバープロを標準装備した。同年11月22日に、セダン及びバリアントの一部改良を行った。本改良で、セカンフォートラインは新たに、ェリガンスラインとグレード名を変更し、LED ヘッドライト、オートハイトコントロール、LED ポジションランプ、LED ターンシグナル付きや、アルカンターラ デザーシート、シートヒーター付き、アルミニウムデコラティブパネル、EGO オープン機能付きパワーテールゲート等の快適装備を追加。また、モバイルオンラインサービス、フォルクスワーゲンカーネットをディスクバープローとセットオプションで設定した。ツハイラインは、ツエリガンスラインの装備に加え、アルミホイールが18インチにインチアップ。モバイルオンラインサービス、ボックスワーガンカーネットが標準装備になり、 さらにデジタルメータークラスター、アクティブインフォディスプレイや駐車支援システム、パークアシスト等をセットにしたテクノロジーパッケージをオプション設定した。2017年7月20日にセダン及びバリアントの一部改良を行った。本改良で純正インフォテイメントシステムの機能向上、ディスプレイの大型化、ワイド FM の対応化、一部グレードに標準装備のディスカバープロは ジェスチャーコントロール機能の追加などを行ったほか、全身、高台時衝突け減ブレーキ機能を追加した、改良型のパークディスタンスコントロールと、アイサイズ基準オ用チャイルドシート固定装置、後席左右を全グレードに標準装備した。同年8月29日に、バリアント限定車、ツエリガンスラインテックエディションを発売。ツエリガンスラインをベースに、 ディスカバープロパッケージとカタロググレードでは、追ハイライン以上にメーカーオプション設定されているテクノロジーパッケージを標準装備したほか、ダイナミックコーナリングライトとヘッドライトウォッシャーも標準装備し、18インチアルミホイールを専用デザインに変更した。ボディカラーは、パイライトシルバーメタリックとマンガングレーメタリックの2色を設定。各色150台ずつ。 計3 0 0台の限定販売となる。2018年2月14日にディーゼルターボモデル TD を追加発売。グレード体系はパサートパサートバリアントともに TD エリガンスラインと TD ハイラインの2グレードが設定される。同年10月31日にクロスオーバー 4WD ディーゼルモデルアルトラック、オールトラックを追加発売。 外観はバリアントよりも車高が 30mm 高く、専用バンパーやホイールエクステンション、サイドシルを採用。内装では専用シートやアルミ調ペダルクラスターを採用した。さらに、ホイールロックのインターバルを制御する ABS の調整、時速 30km 以下で急な下り坂に差し掛かった時に車速が一定になるように四輪全てでブレーキを自動制御する。 ヒルディセントアシスト、アクセルペダルの特性変更で構成された、オフロード走行機の制御設定が可能な、専用オフロードモードが搭載された。グレードは、TD4 モーションと、ダイナミックコーナリングライト、ダイナミックライトアシスト、アラウンドビューカメラ、エディアビュー、駐車支援システム、パークアシスト、ヘッドライトウォッシャー、デジタルメータークラスター、アクティブインフォーディスプレイ、ナパレザーシート、 アダプティブシャシーコントロール、DCC、電子制御式、ディファレンシャルロック、XDS などを追加した TD4 モーションアドバンスの2種類が設定される。2016年6月7日にゴルフ GTE に次ぐプラグインハイブリッドモデルとなるパサート GTE を発売。セダン及びバリアントの双方に用意され、10万8000円のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費の 適用が受けられる。直列4気筒 DOHC1.4 リッター直噴ターボエンジンにモーターを組み合わせたもので EV モードでは国内の f e ブの中では最長となる 51.7km を実現。ハイブリッドモードでは JC08 モードで 21.4kmL の低燃費を GTE モードでは0から 100km7.4 秒の加速を実現している。 エクステリアは、青い GTE エンブレムと LED ヘッドライトから、ラジエーターグリルの上部に伸びる水平ライン、フロントバンパーの左右に、レイアウトされた、c 字型の LED ヘッドランプを採用した。インテリアは、シフトノブにブルーステッチが与えられ、専用のレザー3本、スポークマルチファイクションステアリングホイールなどを、装備している。上位グレードの GTE アドバンスでは、フォルクスワーゲンでは、 初となるデジタルメータークラスターのアクティブインフォディスプレイやヘッドアップディスプレイを採用したアラウンドビューカメラエディアビュー駐車支援システムパークアシストドライビングプロファイルアダプティブシャシーコントロール DCC 等も装備している安全面ではこれまで提供されてきた各種安全システムをフォルクスワーゲンオールインセーフティとしアダプティブクルーズコントロール 全車速追従機能付き、レイナシスト、プロアクティブオキュパントプロテクション等を全車標準装備とした。2017年8月29日に一部改良、純正インフォテイメントシステム、ディスカバープロの性能向上を行ったほか、パークディスタンスコントロールに前進、後退時衝突軽減ブレーキ機能を追加し、アイサイズ基準適合チャイルドシート固定装置、 公席左右を採用した。貿易風を意味するドイツ語、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。